はいどうも、ミニ池先生です。さあ今回は面接、小論文、SPI 対策のために時事を扱っていきたいと思います。2022年1月のニュースの中でもウクライナ問題をピックアップ。ウクライナ情勢が緊迫状態にあります。ロシアの侵攻の本気度はどれぐらいのものなんでしょうか。というか遠い国の話でよくわからないよって人多いんじゃないでしょうか。さらに日本には関係のない話じゃないのって思ってる人も多そうですね。今回のニュースに関しては歴史が理解できていないと現在のウクライナ情勢理解できません。しかし高校生レベルの知識があればニュースも理解できるし世界情勢も分かってきます。世界で起きていることが自分の生活にどのような影響を与えているのかも分かってくるようになりますんで、今回の解説最後まで聞いていってもらえると嬉しいです。では早速、そもそもなんでロシアはウクライナを攻めようとしているんでしょうか。先に結論言っておくと NATO が東に拡大しているからです。これを知るには冷戦の時代まで遡る必要があります。冷戦構造とはアメリカとソ連の対立でした。その中で軍事的な同盟である NATO というものをアメリカは組織したんです。1949年北大西洋条約機構の発足です。ソ連はそれに対抗する形でワルシャワ条約機構というものを作りましたが、 NATO というのが拡大していくんですね。結成当初1949年には12カ国が加盟したソ連に対抗するための軍事同盟だったのが、NATO は加盟国をどんどん増やしていって東ヨーロッパへ拡大。現在加盟国は30カ国にもなっています。こちら地図見てもらったら青色のところが NATO になります。特に21世紀に入ってから2004年エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国が NATO に加盟しています。ロシアの隣国が NATO に加盟したんですよ。それ以降も加盟の勢いとどまらず、ルーマニア、スロバキア、スロベニアとどんどん東ヨーロッパが NATO に加盟していきます。そして2017年にはモンテネグロ、2020年には北マケドニアとどんどん加盟していく事態に対してロシアは危機感を抱きます。ウクライナも NATO に入れるなよと、ウクライナも入ったら分かってるよなということです。ウクライナも NATO に加盟してしまうとロシアにとっては安全保障上の脅威になります。緩衝材すなわちクッションの役割を非常に大切にしているロシアにとってウクライナが青色 NATO になってしまうと非常に困るんですね。少し歴史を振り返ってみると、1991年、ソ連の崩壊とともにロシア、そしてウクライナも独立しました。ロシアは、俺たち兄弟だよな。ウクライナを兄弟国として特別視しています。国防の観点からも、ウクライナの NATO の加盟は絶対的に容認はできないんです。ウクライナ自身はどうかというと、ロシア派と親欧米派による権力闘争がずーっと続いています。なので政権によってはロシアに偏ったり、欧米に偏ったりというのを続けているわけです。ちなみにですが、ウクライナで有名な人といえば、ミランで活躍したシェフチェンコですね。この人すごいサッカー選手でね、先生世代ではピターっと来る人です。もう一人最近注目されていたのが美人柔道家、東京オリンピックにも来られていたダリア・ビロディド選手、見たことある人も多いんじゃないでしょうか。そんなウクライナですが、西側と東側で対立傾向にあります。西側の一番の問題点は、旧ソ連時代に大きな事故を起こしたチェルノブイリ原発があることです。未だにこの地域の周りには放射能が大量に放出されていると言われていて、維持費だけでも国家予算の約1割を使っていると言われています。新しく開発されているのがこちらの新シェルター計画と呼ばれるもので、なんかかまぼこみたいな形しているもので、チェルノブイリ原発自体を全部覆っちゃおうと新シェルターの開発がされているんですが、建設費に約2000億かかるということで非常に大きな計画負担になっています。一方で東側の方はというと、ウクライナの東側は新ロシア派です。豊富な資源、特に天然ガスがよく取れるということで経済的にも潤っています。ウクライナは西部が EU 派、東部がロシア派ということになっています。 NATO の拡大はこれ以上ダメだということで、ロシアは東側を抱き込んでいる状態です。さらにウクライナってね、政治家の汚職、腐敗、経済破綻に対する人々の不満を背景にクーデターがたくさん起きていました。そんな中、特に不満を持っていたのがクリミア半島の人たち。2014年にロシアに入るんだ私たちはということで編入を問う住民投票が行われたんですが、 96.6% がロシア編入へ賛成したというわけです。これを受けてプーチン大統領は、クリミア半島の住民はロシアへ入りたがっているじゃないかということで軍事侵攻をし、ロシアがクリミア半島を編入するというのが2014年に起きました。さらにクリミア半島はウクライナですよね。ウクライナでもし何か起きたら平和のために俺が戦うからねと出てきたわけです。アメリカや EU は何言ってんだと、ウクライナはウクライナという自主国家ではないか、ロシアが介入するのはおかしいということで経済制裁を行ったりもしていました。
とにかくロシアにとって NATO の拡大というのは絶対に許せないもの、安全保障を脅かすものなんです。ロシアにとってウクライナは絶対越えてはならないレッドラインだということ。ウクライナ自身はクリミアにロシア軍が侵攻してきたということもあり、 NATO に守ってもらいたいという思いもあるんです。西側諸国さん守ってという思いがあるということね。ロシアは NATO は東に拡大しないという口約束を守らないので法的な保障が必要だと2021年12月に表明しています。でもね、さすがにロシアも NATO が東側に拡大してきているから戦争だというわけにはいかないんですよ。国際的にはこんなことが理由で戦争というのは起こせないんです。なのでもしかしたら偽装工作をして戦争開戦の口実を作り出すかもしれないんです。というのもウクライナの東側にルガンスク州とドネツク州というのがあるんですが、何度も言ってますが東側は親ロシア派が多い。親ロシア派の武装派勢力がウクライナ東部のルガンスク州、ドネツク州で独立を宣言したんです。今ロシアではこのルガンスク州とドネツク州の独立承認の議決をプーチンに求めています。もしプーチンが OK した場合、ルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国が誕生することになります。この2つの国がウクライナからテロ攻撃を受けたと自作自演をしちゃえば、テロ攻撃を受けたことに対する報復だということで開戦ができるわけです。テロとの戦いっていうのはね、立派な開戦理由になるんですよ。しかし2月4日から2月20日までは中国で北京オリンピックが開かれています。この期間に開戦すると中国のメンツを潰すことになってしまう。中国はメンツを一番大事にしますからね。プーチンもおそらくこの期間には戦争を仕掛けないだろうと考えられています。しかしロシアと隣国親ロシア派のベラルーシとの間で大規模軍事演習が2月10日から2月20日に予定されています。演習の延長線上でウクライナに侵攻するかもしれないとの見方もあります。実際にクリミア半島併合の時には演習だと言いながらそのまま侵攻しちゃいましたからね。北京オリンピックが終わったと同時に侵攻ということも考えられるわけです。今ので分かった通り、クリミア半島からの侵攻も考えられるし、ルガンスク州、ドネツク州の東部からの侵攻も考えられるし、ベラルーシとの軍事演習で北部からの侵攻も考えられるわけです。加えて情報戦、心理操作、サイバー攻撃など非軍事的手段を活用するハイブリッド戦争になるかもというふうにも考えられている。 NATO の代表的な国であるアメリカはバイデン大統領が1月28日に近いうちに東ヨーロッパと NATO 諸国にアメリカ軍を移動させるつもりだと表明しています。一触即発ムードが漂っているということです。アメリカを中心とする西側諸国はロシアに対する経済制裁を考えているんだけど、ハンガリーの首相オルバン首相がこのような発言をしています。ロシアは2014年のクリミア併合の時の各国の経済的制裁を乗り越えてきたと。どちらかというと私たちハンガリーの経済がむちゃくちゃ悪影響だったんで、ロシアに経済制裁するとかちょっとやめてほしいんだけどって話です。そうなんです、クリミア半島併合以降プーチン大統領はかねてから西側諸国による経済制裁に耐えるため対外依存度を下げるなど準備を徹底してしているんですね。ロシアへの輸出に依存している国もあるわけです。ということから経済制裁ほんまに効果あんの、そして周りの国はうーんっていう乗り気じゃないって感じです。さらに9月にロシア産天然ガスを運ぶパイプラインノードストリーム2が完成しました。実際にこれも稼働しています。詳しくは2021年11月のニュース解説また見といてください。ただしドイツのメルケル首相の後を継いだシュルツ首相はウクライナにもしロシアが侵攻したらノードストリーム2を停止するから天然ガスはもう輸入しませんからって強く言ったものの、ユーロ圏ってさ今インフレでしょ。消費者物価指数は 5.0% だし、ドイツも 5.3% とインフレが続く中で天然ガスの供給ストップしてみてくださいよ。死活問題になります。石油価格も上がってる、天然ガスの価格も上がってる、さらにノードストリーム2がストップになるとするとますますインフレが加速してしまうんです。実際に西側諸国ウクライナに武器を提供しようとしてロシアに対峙しようみんなに呼びかけてるんです、アメリカを中心に。しかしドイツはどうしたかって言ったら、ウクライナにヘルメット5000個武器提供を拒むドイツの苦悩ってありますよね。武器じゃなくてヘルメットですよ。これがドイツの置かれている立ち位置の厳しさを物語っています。さらにこちらのグラフ見てください。世界の主要国による穀物輸出量の推移です。ウクライナかなり穀物輸出量多いですよね。ウクライナって広大で肥沃な国土と農業生産に適した気候なんです。なので小麦生産量世界第7位、輸出量世界第5位だし、トウモロコシも生産量世界第5位、輸出量世界第5位なんです。
ヨーロッパの穀倉地帯って呼ばれるぐらい非常に生産量も輸出量も多い。同時にロシアも小麦、大麦、トウモロコシの生産が非常に多いです。そんな国々がもし戦争したならば供給量が減るのは目に見えてますよね。実際アメリカの消費者物価指数は上がっていく一方、 7% 近くになっている。ユーロ圏のインフレも 5% 程度になっている。原油価格が上がり、天然ガス価格が上がり、さらに小麦もトウモロコシもってなっていくと、世界はインフレが止まらなくなってしまい、経済が大混乱になってしまいます。世界はインフレやエネルギー問題をめぐって様々な動きを見せているんですよ。そんな状況が日本にもひたひたと忍び寄っていて、パスタやパン、ポテトチップスや醤油の値段が上がっているのはもちろん、2月3日のニュースだとカップヌードルを代表とするインスタントラーメンなども値上げが発表。そして10円でずーっと言ってたうまい棒が12円になるということで、確実にコストプッシュインフレの波が日本にもやってきていますよね。そしてもう一つは安全保障面で中国との関係もあります。日経新聞より引用しておきました。中国による損得の収支はということで、一部で指摘される漁夫の利、米軍の対中シフトが遅れていくこと、台湾海峡で強硬に出やすくなること、これが非常に大きいですね。ロシアがウクライナに侵攻するなら私たちも台湾に侵攻しますよということで、非常に強弁に対応しやすくなるということ。マイナス面は今年の秋に共産党大会を控えているのに、外部環境に緊張感があると国内での対応が遅れてしまうかもしれないということ。ロシアが支配強化していくっていうことは、中央アジアで発言権を持ってしまうということ、中国の権威が落ちてしまうのではないかというのがマイナス点になりますが、どちらにしても安全保障面、中国にも影響があるかもしれません。中国に影響があるということは連鎖して日本にも影響があるということですよ。以上が2022年1月現在のウクライナ情勢でした。ニュースに注意しつつ今後の展開に注目していってほしいなと思います。以上、今日はここまで。